こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日のお話は、東工大の倍率予想とプラス足切りですねの予想をしていこうと思います。で、もう今週末が共通テストですので、ここでしっかり点数を取っておかないと足切りに引っかかっちゃうのかなっていう心配してる受験生さん多いと思いますので、足切りの話もしていこうと思います。で、以前はですね、東工大足切りはなかったんですけれども、確か去年からですかね、足切りを導入しました。で、ただ去年はですね、その足切りが発動せずに、受験が終わったんですけれども、今年はどうなのかなっていうところです。で、去年足切りが発動しなかったっていうのが、4倍を超えたら4倍になるように足切りっていうシステムですので、去年はこれなんですよね。志願者が3638人、少なかったんですね。で、その前は4302人で、巷で言われているレジェンド数学が出た19年、ここが倍率が高くて4719人志願者がいましたよっていう年になります。で、この黄色の部分が、この21年からなくなってるんですけれども、これが後期試験が廃止されました。で、前期だけでの受験ということになります。で、ただそうは言っても後期試験をやっていたのはこの生命理工だけなので、生命理工以外を志望する受験生にとっては、あんまりこれは変わらないのかなっていうところなんですけれども、後期募集がなくなって、前期の一発勝負でこの人数を見て、足切りが行われるかどうかっていう判断になってきます。で、このグラフを見るとですね、13年あたりから一度こう志願者が減る傾向にあったものが、15年あたりからこう上がってきたんですよね。で、ここで なんとなく横ばいの時期っていうのがあって、で、約4700人前後の、志願者がいて、19年の多分あの問題を見てっていうのもありますし、その後、子どもの減少っていうのもありますし、あとコロナの影響っていうのもありますし、要は浪人したくないっていうところもあったんだと思うんですよね。で、ここでガーッと倍率が下がってきました。で、ただ この波を見ると、私的にはこういう角度なのかこういう角度なのかは別にして、今年は、倍率上がるんじゃないのかな。3600人っていうことはなくて、4000人ぐらいは、願書を出すんじゃないのかなと思っています。で、4000人を超えてくるとどういうことが言えるかっていうことなんですけれども、ここですね、以前はこの足切りが導入される前はセンターで600点は取ってね、600点取れないともう二次は受ける資格はないですよっていう、足切りって書いたんですけれども、足切りというよりも、最低ラインが600点ということで、設定されていたっていうところだったんですけれども、去年あたりから導入されたその足切りのシステムでは、4倍を超えると4倍になるように、足切りをしますよっていうことなんですね。で、よく巷で誤解されているのが、学位によっては、要は、普通の大学でいうところの学部ですね、によっては注意なんじゃないのっていうところで、例えば情報理工の 8.8 倍、あとは理学部の 4.4 倍、あと工学部の 3.9 倍、この辺が出て、挙げられていて、で、よくある誤解が、東工大の場合は3次志望まで書けるんですよね。ですので第1志望、第2志望、第3志望みたいな形で、この倍率の高いところを志望で並べてしまうと、これで工学院が4倍を超えた場合、そうすると志望学院がすべて4倍を超えるので足切りに引っかかっちゃうんじゃないのかなっていう誤解をされている、受験生の方いらっしゃるようなんですけれども、
募集要項を見るとこうやって書いてあるんですね。志願者 K で4倍を超えたときは4倍になるように足切りをしますよって書いてありますので、あくまでも合計人数での足切りっていう形になります。ですので、22年度の場合は930人募集の大学ですので、4倍っていうと3720人、これを超えてくると足切りが発動するっていうことになります。ですので、去年と同じレベルの、人数で3638人ということなので、もうこれでギリギリのラインなんですよね。ここからもうあと100人増えただけで足切りが、出てくるので、これはちょっと注意が必要なんじゃないのかな。で、私の予想が、まあ、当たって、4000人ということになると、ここで、まあ、約300人足切りに引っかかってしまうということになりますので、ここはぜひ注意をしてください。以前のように、まあ、600点ぐらい取れるからまあ OK なんじゃないの、あとは2次で、2次の対策をしっかりして、数学でぶっちぎれば、あとは理科である程度、例えば物理かなんかでしっかり得点をして、英語が多少できなくても受かる大学だよねなんて甘く見ていると、大変なことになるんじゃないのかなと思っています。で、今週末に迫ってきた共通テストで東工大を受けるお子さんがどの辺の点数を取ってくるのっていうところを考えてみたんですけれども、まあ、東工大を受験するお子さんですと、まあ、この辺数学と物理と化学この辺はしっかりできるお子さんが多いよねっていうことで、まあ90点を並べてくるっていうか形で、90点平均で見ると、この4科目だけで360点ということになってきます。で、これが仮に85点を並べてくるような形でも、340点ですかぐらいは取ってきますので、350点ぐらいをしっかり取らないと、理系の科目ではちょっと失敗しちゃうのかな、皆さんこの辺取ってくるんじゃないのかなっていうところになってきます。で、東工大の場合はこの辺にあんまり力を入れてない文系科目のお子さんが、まあ、多いとは言っても、まあ最低でも7割は取ってくるよねっていうところを考えると、350点ということになりますので、まあ、以前のように600点あればなんとかなるんじゃない、2次受けられるんじゃないっていうのはちょっと危なくて、これ合計すると大体700点っていう数字になってきますので、600点台だと万一、足切りが発動されて、下から、まあ、さっきのお話ですけれども、これですね、4000人願書を出して3700人で300人下から足を切られた時に引っかかっちゃうのは、まあ600点台はきついのかなと思っています。で、足切りの人数がまあ少なければ、これが4000人に届かなくて仮に3800人とか900人とかっていう人数で収まってくれれば、まあ650点ぐらいで、足切りになるんじゃないのかなって考えています。ですので、まあ、足切りを心配するよりは、東工大を受ける受験生さん、まずはこの理系の科目で、しっかり点数を取っていただいて失敗することないように、東工大の二次試験に対応できる学力を持っているお子さんですと、よっぽどひどい失敗をしない限り、まあ、この辺ですね、85点平均ぐらいは、しっかり取れる力は持っていると思いますので、まあ変なミス、変な勘違い、あとはマークミスですとか、そういったことをぜひしないようにしっかり得点をしていただいて、で、文系科目はまあ7割目安で取っていただければ、まあなんとかギリギリ二次試験にたどり着けるんじゃないのかなと考えています。ぜひ参考にしていただいて、今週末の共通テスト、しっかり頑張ってきてください。今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。